鶴岡の土砂崩れ現場です。山形大学の調査チームが土砂崩れ現場を調査しています。斜面を登って地質などを調べている模様です。ちゃんとこの場所はどういう地層で成り立っているのかということを、はい、明らかにしてまいりました。火災流体積物ですね。海の底で火災流体積物なんかがたまった、はい、その二次的な、水の中で堆積しますと、はい、縞模様が出てきたりします、はいはいそういったものが見えているということで、はいその海水のそういった泥岩を主体とする地層である。ただ、その中に火山岩とか、境界岩とかが含まれているっていう、そういう地層であるということは、はっきりしてきたわけです。今日は午後から雪が溶けてきたりしましたから、よく見えてきたりして、あとは人、その場所にとどまって崖をその引っかいたりして、それようやく分かってきたわけですね。水をたくさん含んだ地層がたくさん残ってますから、そういったものが原因だったんではないかというふうに思います。そういった意味では、非常に水気の多い、地滑り、崩壊性の地滑りだったんだというふうに思っています。